こんばんは。うん。こんばんは。 そばこんばんはそう台風明日とかすごい気をつけてくださいね今日もすごいけどこんばんはこんばんはこんばんは,は,は 台風やばいってこんばんはじゃあ自己紹介タイム終わったら質問を返すのをちょっと話していきたいと思うんですけどだからそれまで <laughs> それまでそう奈々さん卒業発表ロミオもう私の中ではロミオ うん寂しいです同じ組ではなかったんですけどロミオロミオーうんうん寂しいですねうん でもナナさんの舞台への気持ちをすごい知ってるので寂しさもありつつ楽しみというか今後の活動が <laughs> うん寂しいですよ <laughs> こんばんは こんばんはうん寂しいうん今日の小合いで発表したんですかねそうだよねこんばんはこんばんはうん 明日が台風強いんでしたっけ？今日もでも雨降ってましたよね。すごい。あ、今今ので知る人もいたんですね。そうなのさん。うーん。うん。そう明日台風すごいって。うん。 札幌は月曜から雨だって明日がすごいんだって台風夜だよね明日のお猫ちたショールームありがとうございます明日の夜がうんあーそう岡山でのねイベントも中止になっちゃったそううん 夜だってだから帰り道とかすごいかもしれない時間帯でも台風読めないからさと思ったら全然来なかったりする時あるじゃないですかそう「台風が来ます」ってもう昔ねよくもうなんか学校も休みになるぐらいなっていざなってみたいなんかあれ外で遊べるんじゃないかみたいな時もあるじゃないですか。 逆に言えばすっごい急に強くなったりするか読めないから皆さん気をつけてくださいうんいやでもすごそうだよね今日もうんええー、その後に台風25号だっていや皆さん本当に気をつけてください夜ね夜夕方ぐらいからもう気をつけた方がいいうん もう外も危ないしもう電車止まっちゃったらもう何もできないあ沖縄では停電が起こってるって気をつけてください怪我しないでうんインドアの本領吐きやでそんなそんな本領吐きもう心配ですよ外と皆様うん気をつけてねだってわかりましたうん 新幹線もね止まっちゃったら大変だよ。うん。ああ握手会とかでねかぶっちゃってたら大変だった。ダメですよ皆さん飛ばされちゃう。飛ばされたらまあ会えなくなっちゃいますからねお互い。<laughs> うん。ダメですよ。うん。あ早い今日は自己紹介タイムも行きました。 では、いきますよ。せーので、こう、ぽん、すっぽん、思いっきり。 ありがとうございます。本日もすごい盛り上がりです。欲しがりさんです。そう、出す。私が欲しがりさんです。ありがとうございます。<laughs> もうこの時間がもう一番と言っていいぐらい盛り上がりますから。<laughs> ありがとうございます。 そう昨日は猫舌ショールームありがとうございましたあのねめっちゃ楽しかったですあのねあのゆうりちゃんとあんな感じですよほんとにずっとあ, <laughs>、うん、あのほんとにあんな感じですずっとうん <laughs> すごい いやそうヘキサゴンしんぷんかんぷん元気よくすごい楽しかった緑緑確かに緑珍しいかもしれない緑です髪伸びたねうんそうゆうりちゃんあのねあのー、ゆうりちゃんは面白いんですよ <laughs> 面白いなんかねなんて言うんだろうすごい居心地いいですようん <laughs> 全然撮らせてくれないんだもんだから優りちゃんが歌ってる間にあの優りちゃんが画面のね歌詞を読んでる間にこう目線でスタッフさんに「優りちゃん <laughs>」 ゆりちゃんに寄ってくださいっていう顔したらスタッフさんが言ってくれましただからきっとゆりちゃんのねファンの方はありがたやーって思ってくれたと思います <laughs> そうそうそうで私がこう寝て起きたらゆりちゃんが一人で歌ってた <laughs> うん よかったよかった <laughs> うんあとあれも面白かったですよねこのテロップがテロップが面白かったうんユーナーでやってほしいるってユーナーねどうぞそうだ <laughs> な奈ちゃんに怒られないか心配だったんですけど怒られませんでした怒られませんでしたあ分かったテロップでテロップやろうかな私ユーナーやったら テロップをう人 <laughs> テロップを打つ人になりたい出なく出ないでずっとテロップてる人 <laughs> うんトムサホトムサホもテロップやろうかな <laughs> そ,うそれからずっと後ろで短波に叩いてるうん <laughs> 言うなトム・ポンでカラオケ配信やっ,たシナだってほしいななてどうですかそれ <laughs> でもね禁じられた二人歌ったんですよゆりちゃんとなんかもっと「へえ!」みたいになあるかと思いきや全然なんかすんなり歌いましたねすんなり歌いましたうん <laughs> 全然何の抵抗もなくう <laughs> あーこの曲ねみたいなはいでは質問に答えたいいと思います前回4つ答えたんですけどまあ、ちょっとずつ答えていくので今回もまあ5つぐらいですねたくさんの質問ありがとうございますではどれからいこうかなじゃあこれ「ま、え、る、ー、の秋日本にとって何の秋ですか?」ほほー んーとこの間公園でもなんか同じ話してたんですけど違うこと言うとまるの秋何の秋ですか難しいなぁ秋が一番好きなんですけど睡眠の秋秋はね いろんな秋があるんですよねなんで何々の秋って始まったんですかねなんで秋をそういうふうにしだしたんだろううん分かんないな何の秋だろう読書の秋じゃないしな 漫画の秋じゃないしなうんあ実りの季節だからなるほどうーんとー <laughs> 面白いの追いつかないなうん <laughs> あ何するにもちょうどいい季節だからだってなるほど の秋だってうん <laughs> おばあちゃんのことしか思いつかないですね冷え取りの秋 <laughs> やっぱね冷えちゃうんですよねどうしてもうん昔なんか羊の あもらっったんだっけな誰かになんか中身をレンジで温めてその羊の毛皮じゃないなんかぬいぐるみみたいなポケットにそれを入れると湯たんぽになるやつとかこんななんかアルミホールが中に入ってるおっきいおっきいブーツ型のスリッパみたいな足を温めるやつとか。 なんかいろいろいただいたんですよねで結構全部試したら本当にあったかくてでも裸足が好きなんですよ <laughs> 裸足が好きでねあの無意識のうちに裸足になりたいと思ってる自分がいてでもダメだって分かってるんだけど裸足になりたくて <laughs> そう劇場の 楽屋でもいつも着替える時にこう靴下を替える時にできるだけその裸足の時間を楽しみたくてペタペタいると「なんで裸足なの?」ってすごい言われちゃうんですよね「すいません」って言 <laughs> はくんですけどそうだから今年秋秋っていつまでですかね10月までは冷え取りの秋にしたいと思います うん <laughs> うんいやな,なんで冷えちゃうんだろうなはいじゃあ次どれいこうかなうーんあ野球で野球のやりたいポジションだってありがとうございます どこだと思いますか <laughs> うんあ守備をするならどこの場所うん <laughs> レフトピッチャーうんショートファーストゴー <laughs> おじゃあピッチャーとキャッチャーあうんうんおおすごいうんセンター <laughs> うん 正解はキャャッチャーで,すでもキャッチャーかファーストですかね。って言ってできないけどね。<laughs> って言ってできないけどね。です。うん ビールの売り子ファーストも魅力的ですよねキャッチャーがファーストうんそうキャッチャーは大変やでだってだってやらないもん <laughs> や,やれたらね多分いろんなことが見えてきてあ私にはここだろうなとか思うんだろうけど キャャッチャー難しいだって難しいってそっか <laughs> うん父はファーストですよねでキャッチャーが一番楽しいと私は思うえー、どうなんですかねもう見る側としてもう生きてきちゃったからやる側としての人間としては考えたことがなかったんですけど え、ファーストはファーストなんだろう一番み一番魅力的タンタン <laughs> えー、<laughs> なんかだってあれでしょキャッあれうーんえー、キャッチャーダメかな <laughs> ダメかなだってさもしさそのバッ今ここに相手のさバッターの方がいるわけでしょでその人のなんか特徴とかを知ってたらさなんかこうしろあしろってピッチャーの方にもしかしたらねみえぽは逆を向いて座っているという特殊さ <laughs> それもアニメの世界じゃないですかあ <laughs> あれあの <laughs> あれ あのキャッチャー、背中向いてるぞみたいなどうなるんだどうなるんだザワ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 ピッチャー AQ 投げましたスポン後ろ向きで撮ったーザワ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 わーわーわーうんそれはもうアニメの世界 それかいて <laughs> ってなるってなるっていう <laughs> 面白い <laughs> 漫画ねでもそういうのありそうですよね漫画の世界だと、うん、<laughs> おっと大もり見ていない <laughs> えー、キャッチャーと一番楽し,楽しいんじゃないかな <laughs> そう分かんないけど <laughs> うん。それかファーストうんでも わかんないです <laughs> うん手が痛くなるってへえでもず昔なんかお兄さんのとかなんかよく見に行ってたんですけどずっとキャッチャー見てましたずっとキャッチャーの人ずっと見てなんかやってんななんか出してるな だって一番全部見えるじゃないですかピッチャーって後ろはもう見えないけどもう相手のことしか見えないけどキャッチャーって全部見えるじゃないですかそれがすごいそれを全部見た上でこうこうこうだよっていうのすごい楽しそうって思っちゃったんですけどあのできません <laughs> できません

わかんないですけどあの <laughs> うんうって思ったっていう <laughs> だからキャッチャーですねもし自分がねまあ女の子でもできるけどうんでは次どこ行こうかな 座右の銘ポンちゃんがこれは大事にしているという座右の銘は何ですかおー座右の銘はいっぱいありますんいっぱいいっぱいあるんいっぱいあるな いっぱいありますよ。なんかなんうないっぱいある。その時にもよって変わります。 うんその時ってだう <laughs> ええー。 い,っ,ぱいあってわかんない <laughs>。うんでも最近は楽しむ楽しむが座右の目あと何だろううん座右の目って何ですかねあれですあー ジムとか健康第一とかうん <laughs> いやいっぱいいっぱいあるんですけどうんその時々で思い出す言葉が違うから冷静丁寧性格にんって。 うん <laughs> うん楽しむなんですかねうんすごい考えて <laughs> おーケースバイケース <laughs> 楽しんだもん勝ちかな最近の座右の目は清く正しく美しく分かんないですもう <laughs> 何が正解か分かんないので今は楽しんだもん勝ちが座右の目です では続きましてあこれどっち先言おうかなこっち言ってからこっち言おうかなはいじゃあ次にもしも舞台をやるとしたらどんな役がいいですかだってうーん <laughs> もうさっきから私「もじ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 」しかしてない。 うん、そうあ,あんまりね自分の考えを言うのはすごいね文字文字しちゃうんですよ人の話とか人のなんか考えてることを聞くときは「うん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 」<laughs> ってなって「でこうこうこうあるんだ」僕すごいすごい質問攻めしちゃうんですけど「あなたは?」って聞かれると <laughs> <laughs> ーんんうんうんうん もじ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 くんでも昔はねもじもじして何も言わず終わったんですけど最近はもじもじしてからちゃんと言えるようになりましたうん昔はねえほ本当は言いたいこととか思ってること分かってんだけどうん うん文字文字文字でそれで「うん」って結局言えないみたいな文字子文字子文字ポン文字ポンより文字ぽんだな文字ポン。 <laughs> 文字ポンタイムですね今だからこの質問コーナーっていうのは私的には本当に文字ポンなんですよ <laughs> 文字ポン <laughs> 全身タイツだって <laughs> 本当に文字文字しちゃう,う文字違いだしね「えー、どんな役がいいですか?」だって。 人間 <laughs> あ前もショールームでなんか話をしたような気がするんですけどうんものすごい悪い役だって <laughs> 悪い役だってでもね悪者ちゃんとやりたい気持ちはあるけど多分あんまり。 成立しないんだろうなーって思います。うん本当の極悪人みたいのは多分ねできない <laughs> うんだってなんかできない <laughs> やるとしても実はその人なりに正義があって守りたいものがあって悪いことをしてて本当は悪い人じゃないんだよっていうのいんですけど。 すごいなんて言うんでしょう味があってなんか色気のある悪役みたいなちょっとうんちっと厳しいやろうな <laughs> うん <laughs> 厳しいやろうん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  魔女役がブリブリ役、ブリブリ役は…もじもじしちゃう。<laughs> うん。<laughs> もじもじしちゃう。<laughs> ブリブリがもじもじしちゃうよ。<laughs> うん。うん。 でも私まだ内容あのあんまり深くはちょっとしか聞いてないかわかんないんですけどトムさんのマジムリの役のあのビジュアル画像を見た,見たんですけどすごいいいですね楽しみ <coughs> <coughs> ラッパーだってやいやじゃあいきあちょ <laughs> みんなもよー一緒になんだろうね <laughs> 男か女かどっちでもいいです <laughs> 謎の外国人だって「はーい」<laughs> 謎すぎるでしょ <laughs> 急にうん急に私が「はーい」なんてなう <laughs> うん やりたい役うんやりたい役とできる役がまた違うしなやりたい役はほ本当に一番やりたい役は「ワンピースのルフィみたいな <laughs> でも絶対来ないと <laughs> あちょっと違う。 うん、とかコナン君とかさ <laughs> な、なんて言うんでしょうはすごく憧れますうん俺はそう「カズコに「俺はなるで」でこうみんな俺の背中にっていうのはすごい憧れます <laughs> すごい憧れますそうなりたいというか憧れはあるんですけど多分自分のなんかパーソナリティみたいなのとは違うだろうなと <laughs> チョッパーだってチョッパー <laughs> チョッパーってチョッパーってどんな感じでしたっけ絶対これじゃない <laughs> 私があ今頭の中に出てきたチョッパーの画像から聞こえてきた絶対違う <laughs> チョッパー絶対違うもけ <laughs> あのもうあの顔は漫画でのチョッパーを思い出せてるんですけど喋ってるチョッパーが思いつかなくてどんなんだった チョッパーチョッパーって言わないってチョッパー <laughs> 絶対違う違いますってチョッパーかなうん <laughs> えー、難しいですねうんやりたい役 歌役本当にや本当に憧れる役はルフィみたいな役だけどなんだろう例えるのがすごい難しいなんかいるかなアニメのキャラクターとかでうんうーんだから「千と千尋の神隠し」だったら千尋じゃなくて「 あの男の子おにぎり渡してくれる男の子とかうんうん吐く千尋<吐く>じゃないな吐くマルま,まるちゃんまるちゃん <laughs> かまじい <laughs> かまじいかまじい女の子で難しいあられちゃんだってキーン <laughs> どうですかね <laughs> あられちゃんあられちゃんかな <laughs> 絶対ダメだ笑っちゃうもん私3歩目ぐらいで笑っちゃう <laughs> 笑っちゃうくりりんえななんだろう治し、うん、か。 めっちゃあなたトたらって言うのね <laughs> あとアニメ1も見ないかなあ、ドラえもんだったらのび太です <laughs> ドラえもんだったら本当はドラえもんをやりたいんだけど自分がやるとなったらのび太です <laughs> のび太、うん、のび太 ポト <laughs> ロ、ポトロ、しずかちゃん。殺す気。殺す気。ルローニ検診だったら、でも検診とのです。絶対。<laughs> ルローニ検診だったら、もう検診以外はもう大丈夫です。 ドゥアネケンシンはもうすごく好きですうん、サザエさんならだってサザエさんって誰がいたっけタラちゃんです <laughs> どうですかねタラちゃんです <laughs> タラちゃんかな <laughs> 絶対違うな サザエさんならカツオかな <laughs> うん <laughs> うんタラちゃんタラ <laughs> ちゃんってそんな感じでしたよね確かイクラちゃんイクラちゃんなんどんなんだっけイクラちゃんで絶対違うじゃんイクラちゃんってどんなんだっけ ハマ巨人の足わかんない巨人わかんないなバーブです <laughs> バーブー <laughs> ずっとバーブバーブーって言ってる 出ますね、ちょっとでもちゃんと話は聞いてるのバブバブ何役だろうこれはわからないこちカメち亀カメだったのわかんないですうんクレヨンしんちゃんだったらしんちゃんじゃない絶対あれですよ あの、ウサギ殴っちゃう子ウサギ殴っちゃう子ですねうんんだっけ名前なんだっけ名前,なんだっけ名前ぼーちゃんじゃないなんでしたっけウサギ殴っちゃう子なんだああねねちゃん <laughs> ねねちゃん <laughs> ねねちゃん, <laughs> ね,ね,ちゃん <laughs> ねねちゃんですね <laughs> 怖いねえねえちゃん、ね、あとやりたいあとあれですよあずみみたいなうん自分に合ってる顔は別としてずみはすごく「はあ!」ってなりました見に行った時いい <laughs> うんモノマネコーナーじゃないよ。モノマネコーナーじゃないよ。おい <laughs> うんううんおいうんうんうんってどんな声だったっけんうんうんんなよ <laughs> 分かんんん コーナーじゃないよものはできないし <laughs> とにかくでもそうですね今出てきたやつかなうんでも分かんないです何でも何でも挑戦したいですねでその話にちょっと続いてるというか12期で舞台公演をするとしたら 演目と配役だっおこれはやらないやらないけど想像の世界ですもんねうんかそれぞれ人生に悩んで夢を追いかけてる若者たちのストーリーなんかストーリーで それぞれ何か何幕何場で何場大阪じゃないよ <laughs> 場面いくつかの場面で一人ずつのなんか話みたいなのが出てきてそれぞれ違う場所で話が全部じゃあ例えばじゃあこタヌちゃんも言うた5人だとしたら5つの話があってそれぞれ あ卒業生みんな入れたらそれはもうすごいことだ。だ例えばカレンだったらわ <laughs> かんないけどストリートダンサーを目指していたんだけど <laughs> なかなかうまくいかなくて <laughs> とかそういう話とかわ <laughs> かんないけど <laughs> で。でなんか5人がそれぞれ自分の葛藤があってそれぞれのドラマがあってその5人がなんだかわかんないけどなんか集まることになって。 なんか成長していく話 <laughs> うん <laughs> あ、そうそう最終的につながるんうんうそうんうんんそうそう,そうえ何、ー、だろうみんな苦労してるんでそれぞれ社会に入れてであのまあ例えばゆかるはカフェで働いててなんかすごい 怖いお客様に怒鳴られちゃってすいませんとか今度からあなたもう来なくていいからとか言われてすいませんって言ってるユカルの絵が出て <laughs> そうそうそうでどんどんいろんな話があってでも最終的にみんなで頑張ろうねって言って頑張るっていう話 <laughs> うんわかんないけどそういう感じ ジュリは例えばわかんないけど絵描きさんになってすごい才能があるんだけどなかなか見てもらえなくてなんてだろうなみたいな <laughs> なってでも最終的にはすごいすごい人に見いだしてもらうみたいな <laughs> そういうやつ <laughs> うん ドラえもんじゃない <laughs> うんわ <laughs> かんない <laughs> えトムはどうしようかな <laughs> トムはでもトムじゃちょちょっと大人なので恋愛系を挟みますとうんえんだろう難しいわかんないな恋愛系だと私わかんないんですよね あんま見ないからへーでもちょっとキュンとすするやつをやつってほしいですね告白して <laughs> そう OK だったんだけどなんかダメになっちゃってみたいな <laughs> でなんかいろいろうまくいかなくて家でもなんか落ち着かなくてもうどうしようみたいななるっていう。<laughs> うん。と <laughs> どうか <laughs> みんな苦労してるあとは私私なんだろうな私は私自分のことが一番分かんないな私なんだろううん私はなんですかね えー、就職がうまくいかないだって <laughs> じゃあもうじゃあもう70社ぐらい落ちちゃってもう,もう200社ぐらい落ちちゃってああでもなんかなんか違うんだよななんだろうんなんだろうお父さんとお母さんがいなくておじいちゃん子でおじいちゃんと暮らしてたんだけどおじいちゃんがいなくなってしまって。 もう悲しみの底にいる人 <laughs> 心がぽっかり入いてしまった人それぞれの若者が集まって何かしらをして何かしらに出会って頑張って再スターストをしていこうって言ってみんなが幸せになっていくっていう話 <laughs> どうですかね <laughs> それがいいかかななんかこう お互いに戦い合うとかそういうのはあんま合わない気がするんですよねそれぞれがそれぞれの主役でそ,それぞれの分野で主役で楽しい最後ハッピーになるっていうっていうのが十二期らしいんじゃないかなと思います <laughs> うん、わかんない最後集まって頑張るって うん <laughs> どうですかねうん<笑><笑>う,うん <laughs> えー、じゃあみんなで戦うバージョン戦うバージョンょっと面白いなも <laughs> ちょっと難しいなーえー、っと ショールールムでやるって <laughs> じゃあ戦国ノにしましょうか戦国ノで中二期で、ね、歌をやるとしたらでど女じゃあ5人5人だとしたら女5人で、ね、どうどうしようかみんなで戦っていく話なんか違うんだよななんか違ううんあーでも5人で一緒に なんか知らない忍者とかすごい強いのが多い町に駆り出されて5人で,でそれぞれ違う武器を持っててなんか樹は手裏剣でタ野ちゃんはなんか長いスマートな剣でトム鉄砲でなんでその時代に鉄砲あるのっていうのはそこはまああのフィクションだからあの無視するとしてゆかりはなんか分かんないけどなんだろう お札みたいな <laughs> なんか魔法みたいなのかけて私はただただ喧嘩をやめてっていう <laughs> あの変なのもうなんか汚い雑巾とかしか武器なくて持ってなくて何も武器がなくてもうたらたら泣いてやめてっていう人 <laughs> そうもうなんかそうおもちゃとかしか持ってなくて「もうやめてください」って逃げ泣きまくるっていう <laughs> 人。 私はっていう5人でどん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 悪に立ち向かっていってで私はもう本当に役に立たないんですよ結局 <laughs> 結局役に立たないんだけどそうなんかみんなが倒れちゃった時にこう私がもうこんなの嫌だって泣いてなんか助かるみたいな <laughs> そういう時だけそうなんか助かるみたいなあとはみんながそれ頑張ってくれてすごいなっていう。 フフ <laughs> そうそう,そう,そうであのゆかるもすごいいろんなパワーを持っててふうとか言ったらキラキラリンプチュッパみたいな <laughs> もう田野ちゃんはもう真っ向勝負ですよキチキチキチキうん。でトムはなんかその田野ちゃんが戦ってフていく離れたあとぐらいに樹リがシュッシュみたいな <laughs> 手裏剣で入ってきてで相手がどんどん弱ってきてでもまあ樹里と友ちゃんも疲れてきちゃってでトムが一発バン撃ってパンみたいな「とどめだ!」って言って湯る魔法 <laughs> が撃たれて私は汚い雑巾を握りしめてよかったって言ってるっていうそういう話はどうでしょうか <laughs> どうですか <laughs> そうトムバズーカ <laughs> そうちょっと遠くからバズーカ打って終わり <laughs> うんどうですかそういうお話は <laughs> ダメ <laughs> なんかやっぱそういうのしか思いつかないな <laughs> だってもう思いつくもそれぞれがやってる姿 タノちゃん絶対髪な,みかな,びなびかせてかっこいいじゃんもう本当にただただ盾をやってるかっこいいじゃん絶対えもうほんあのね本気の感じで想像してますよ私はあのカオスな感じじゃなくて <laughs> ちょっと笑々が言ってて面白い感じになっちゃうけど本当に。 本当に「ルロうにけんしぐらいの本気度の映像で私は想像してますよサ野ちゃんにはなんかこういう布を頭に巻いてもらって髪をこう縛ってもらってこの辺にちょっと傷があってあのもうなんかこの辺に傷があってあいっぱい戦ってきたんだろうなっていう <laughs> そう <laughs> とわざわざ <laughs> それか なんかたまになんか弾が切れちゃってあれってなって <laughs> バーンってやったらこういうなんかネットみたいなのでこう相手をこうおぼって犯人がなんだなんだなんだっての届なった時ところにユカルの魔法で <laughs> とどめです。<laughs> <そう> <laughs> でジリはこう棚ちゃんが戦ってる後ろから「カルしろ!」とか言いながらなんかフォローしながらもすごいすごいいろんななてうんでしょう。 テククニックな技術でこう手裏剣をどん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 やっていくっていうジュリーの姿がすごい浮かびます頭で危ないとか言いながらこう <laughs> <laughs> あー楽しいなこの話ずっとできる <laughs> でトーマー番でしょよか <laughs> シュ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 いない」みたいな, <laughs> いな,いみたいな <laughs> でみんなに「すごいじゃん」みたいになってるのゆかるが真ん中で「えへーへへ」みたいになってるうん <laughs> 誰が一番強いんですかねみんなでみんなで強い 私あでも私, <laughs> 私汚い雑巾持ってるだけだからなんだろうね <laughs> だから多分私は向かっていくんですよ汚い雑巾だけであーってなんか狂っちゃってあーって向かっていくんだけどまっすぐっ支えちゃってはあ <laughs> ってなっちゃって <laughs> なっちゃうんだけどゆかるが魔法で直してくれる <laughs>。 そ,うそ,うそ,うでそんな私を見てタナちゃんが「貴様」みたいな感じでこうやってくれてでみんなの傷をゆかるがボーンって直してくれる <laughs> あー楽しいなうんうんやっぱねゆかるんが血出してるとかはね見たくないんですよタナちゃんんが血出してるとなんか かっこいいんだけどゆかるの血は見たくないうん見たくないからやっぱ魔法がいいなちょっと離れたとこで魔法がいいうんトムもあんまりなんかパサパサとはなんないでほしい遠くからバズっかがいいと思う樹、うん、は器用にこうテクニック はあ、<laughs> 楽しいな <laughs> うんはいということで5つ答え終わりました <laughs> あの最終的に12期公演の話が一番私の中で盛り上がっちゃったですけどうんうん <laughs> あそうトムがね笑いながらバ、ね、バンバンやってしい <laughs> み<たい> <laughs> 怖すぎか <laughs>、うん、でトムがそうだからとかじゃなくてトムのそのなんか見た目とかトムの魅力に合ってるのはそれ。うん、宣伝じゃないよこれはないですからねこれはすべてフィクションですすべ <laughs> てフィクションです あー面白いなもういくらでも考えられるコメディーあーちょっとあれなんですなんかアメコミみたいな感じなアなコミだった私の私の役は何だんだ <laughs> うん <laughs> 面白いな フィクションですよ。これはフィクションです。ここに。米印。ないです、ないです。私の頭の中でしか公演されてない、今。あ、私、舞台というよりも、映像で見てるんだな。きっと、舞台じゃないな、そうなると。<laughs> うん。私、私、情けないな。 情けないですね。いいんです。<laughs> いいんです。うん。<laughs> うん。<laughs> うん。<laughs> エキストラ何に集めますからって、いや相当必要ですよやっぱり。 あの迫力が命なのでもうもう 100, 100じゃ足りないぐらいのうんもうバワってバワって侍がいてその中ああでもその中はだん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 ババーってやっていくんですけど最終的にはこう5対3くらいで。 うんう <laughs> ん配役お願いハイジクララペーターおじいさん犬ヤギえわ、ー、かんないなクララクララは誰だろうねクララ クララクララっぽいでクララよくあるんだなハイジハイジじゃないな私はペーターです <laughs> うんハイジはジュリーじゃないかなうんあでもおじいさんと犬とヤギはもう分かんないや あとは全部私が着替えてやります。分 <laughs> かんないもん。<laughs> うん。<laughs> うん。面白いですね。この話は私的には永遠にできちゃうぐらい、うん、楽しかったです。 <laughs> うんということでこれはしっかり質問に答えられたんでしょうかねうんちょっとまだ至らない点が多かったとは思いますが言いたいことは言えました <laughs> うんうんまだ このハッシュタグで質問募集してるので。質問思いついた方は。してみてください。よろしくお願いします。<laughs> うん。<laughs> あ、もういろいろ思いついて楽しいです。<laughs> もう、ゆかる、ゆかるで、ね、いろいろできる。<laughs> うん、ゆかるんですごいいろいろ思いついちゃうんですよね。<laughs> 思いついちゃう。ゆかるんが <laughs> ある日突然なんか宇宙人か何かなっちゃうんですよ。で宇宙人の世界に連れてかれちゃって、でその間にお父さんとお母さんずっとゆかりゆかりって探してるんですよ。でゆかるんは なんか謎の世界に謎のなんかパラレルワールドみたいなところに連れてかれちゃってえな、ー、何だろうって思ってでなんかいろんな薬を調合してる博士に出会うんですよでその博士が私で「で君はどっから来たのかい?」とか言って「なんか人間です」とか言って「そうかそうか」でいろんななんかその <laughs>。 その辺の仕事をいろいろさせられてなんか宇宙の工場みたいなところでいっぱい働くんですよでなんかいろいろ何そのなんか日本足はとか言っていろいろ言われながらも頑張って仕事をするんですよゆかるが <laughs> みんななんか足ご本とかそのそういう変なね世界なんですよそれであの。 でゆかはその中でも頑張るんだけどやっぱり人間のね世界に帰りたいって言うわけですよ。って言ってる時になんかすごく素敵な素敵敵なな宇宙人に出会うんですよ <laughs> まあそれがじゃあ例えば異性なのかそれとも性別がないからよくわからないのかわかんないですけどすごくゆかるを助けてくれるなんか王子様的な宇宙人に出会うんですよ。 それでかるんはその王子様のことを好きになってしまうんだけど私が私じゃなくてもいいんだけど私が博士が「君は人間に戻りたいと言ったね」って言って「君の望みを君は頑張っているから望みを叶えるために人間に戻る薬を調合したよ」って私が言うんですよ。でそれを君は飲みたまえって言って。 で飲ませてしまってはは実はその素敵な方がいるなら私は宇宙の世界に残ってもよかったと思ってたぐらい好きだったんだけど結局、あのー、最後にお話しすることもできず人間界にゆかるんが帰ってくるっていうお話。<laughs> うん、そ,う <laughs> そういう話。 <笑><笑><笑>うんうんうんそういうのがな,なんかわかんないけど今浮かびました <laughs> うん はい。<laughs> うん。ちら。ちら。ちら。すごい、いろいろ思いついちゃって、話が長くなるので。<laughs> そろそろ、まとめに入りたいと思います。<laughs> 本日もありがとうございました。<laughs> 次回また、これぐらいずつ。 あの話していくのでまたね5つの質問に1時間ぐらいかかってんだな私1時間以上かかってんだこれじゃもう <laughs> これじゃもうすいませんうん <laughs> 1時間もかかってんだね失礼いたしました うん <laughs> そうだって一つで20分くらい喋ってんだってごめんなさい長いよねうんでもやっぱ一言では返せないんですよ私の場合なんかその一言でその思ってること全部表すワードが出てこない うん、ちょっと修行します <laughs> うん <laughs> 修行します <laughs> うん一言で嫌がらせないことが多いんですよねほんとに修行しますパラレルアウトに。 ド <laughs>、うん、ライアイズワールドで <laughs> なんか変な工場で働きます <laughs>、うん、<laughs> いやちょっとね今後もこんな感じで <laughs> 返していくとは思いますが皆さん今後ともお付き合いいただけたら嬉しく思います それではランキンキグ読みたいいと思います1位ひろっぴさん2位かずみっちさん3位マーシャルさん4位とまおアットマークじゅりちゃんめいめいさん5位ちゃうちゃうさん6位こまばさん7位あおちゃんさん8位マンケビーグルさん9位ウマちゃさん10位てハジャピさん11位かラッポヨさん 位12位マスターさん13位ココポンさんそして今日の気になるアバターはなんだろう抹茶抹茶さんなんかショッキングピンクのすごく目立ってるアバター抹茶さんかなのアバターが今日の気になるアバターでした。 ということで皆様本日もコンペいをごそっとありがとうございましたあとギフトもねコメントも見てくれるのもありがとうございましたおつぽん皆さん明日台風気をつけてくださいね本当にうんということでお付き合いいただきありがとうございましたまた明日 お疲れ様でした。工場勤務、務こ工ぞ<場>また明日。バイバーイ。おやすみ、ポン。バイバーイ。また明日。